はい、追加配信です。一般公開でお届けします。今日は9月7日のジャスト9時ですね。相場の方が動き始めましたので、また解説の方をやっていきます。しばらくね、相場解説をせずに、月収100万から500万を狙うための無料 FX 講座をやらせていただきました。今日で配信一旦終わりなんですけどね。なぜそれをやったのかということですけども、お気づきの方とかね、それから私がお問い合わせがいただいたんでお知らせした方もいると思いますけども、8月28日ですよね。安倍総理の就任会見がありまして、その前後の大荒れを、考えてですね、しばらくはそこから離れた方がいいのかなというふうに考えて、日々の相場解説はしていなかったんですけども、今日はですね、もう仕切り直しと言いますか、また改めて、その辺も見ながら、これからの展望を考えていこうと思います。まずはデイリーの方を見ていきます。デイリーはね、これ横ばいなんですよね。横ばいになってるでしょ。横ばいの中でもどちらかというと上目線ではあるんですけども、こういうふうにね、収束しながら上目線、もしかしたらこれからちょっと下がるかもしれませんけども、 W 右辺が強いを作る可能性もあります。 W 右辺が強い覚えてます？こうね。で、4時間の方を見ていくと、もう4時間あたりはね、完全に買いなんですよね。前回の相場解説でも申し上げましたけども、これダブルボトムなんですよ。ダブルボトムっていうのはもう分かりますよね。ダブルボトムの後は右肩上がりになっていきますから、こういうふうなね、これも前の動画でもお伝えしたと思うんですけども、こういうふうな N を書いて、N を書いて、N を書いて、どんどん上がっていくよみたいなことをね、申し上げたと思います。これはね、これからの予想です、これはね。で、移動平均線はこういうふうに右肩上がりになってますよね。ということなんで、右肩上がりかなと。で、1時間は決定的です。1時間これ。1時間の足を見ると、どう考えても右肩上がりでしょ、これ。で、ですんで、1時間とかね、4時間で、これ、売りをかけたら負けますよ。これはもうお分かりだと思います。8月28日あたりまでずっとね、相場解説をお送りしてましたけども、そこでは、倍でずっと取っていったと思うんですよ、買いで。買いで取るんだ、買いで取るんだって言って、買いでずっと取っていったところをお見せしたと思うんですけども、もうその通りなんですよ。これからもしばらく買いが続くと思ってください。で、気になるのはね、週足を見た時なんですよ。週足開けますよ。週足はこれね、一気に下落なんですよね。こういうふうにね。で、ずいぶん前に引いたこの線があるでしょ。これに沿って右肩下がりになってるんですよ。ただし、週足なんですけども、これはね、もう何年も前から続いてますけども、この黄色い線に当たると上に上がっていくんですよね。それで多分もうちょっとでこれ当たるんじゃないかと思いますんで、下がり目から買いに転換するところが、これから見えてくるかなっていうところですよね。ただ週足なんで随分先ですよ、これ。もう今年の年末とか年始とかになりますよ。ね、だいぶ先です。で、この黄色いゾーンですけども、これを突き破って上に跳ね返らずに下に大きく行くことも考えられます。その時は相場が大きく変わりますので、103円、102円に向かうことを、超円高に向かうことを、ちょっとね、ファンダメンタルをすり合わせて考えていかなくてはなりません。本日は以上ですけども、何が何だか分かんない方ね、いると思うんですよ。正直ね。で、分かっていても勝てない方いると思うんですよ。これね、何が何だか分かんない人よりも、分かってるはずなのになんか勝てない方、こちらの方が実は重症なんですよね。これね、間違えて覚えてる可能性があるんですよ。ですんで、私ちょっとね、近々、毎日配信の基礎講座から順番に積み上げていって、短くてもこれね、3ヶ月ぐらいは最低かかるんですけども、3ヶ月毎日基礎用語、基礎講座、こちらの方をお送りして、それを1日1分とか2分で、覚えられるようなね、形にして配信しようかと思います。で、プラスして、4ヶ月目あたりから、早ければ3ヶ月目あたりから、実践をやっていく中で、今回やってる相場解説と似たような形ですけども、最低分かっている材料だけで当てるってことでね、ダブルトップ、それから三尊、それから包み足、サンバガラス、カラカサ、このあたりだけを使って、これが出た時だけエントリーするみたいな感じで、90%勝利を取りに行く。そんなね、講座も考えています。これ3つになりますんで、皆さんにお届けするわけではありません。限定公開で限られた方だけにしようかと思いますけどもね。ご希望の方は、いなくてもしょうがないんですけども、全然何が何だか分かんない方とか、
分かっているつもりなんだけども飼ってない方、この方たちはね、この2人の2つの種類の方は絶対にね、これ意識した方がいいです。これ私が今お話した講座のこと、あ、こんなに違うんだってふうに思いますよ。覚え違いをしていると言いますかね。というのもやっぱりね、質問が全然少ないですね。あのスクリーンショットを撮ってこういうふうな仮説を立てたんですけどどうでしょうかってことで、質問を上げていただいてね。でそれに対して、これは あなたの仮説はこういうふうにここが抜けてますよとかここが間違ってますよっていうのに基づいて、じゃあ数時間後とか数日後本当にそうなってるのかどうか見ていきましょうみたいな感じで、まあね、予測実践検証のこの三位一体でやるような形で質問をしていかないと、なんか漠然とした質問というかね、なんですか、あのロスカットが遅れましたとか、エントリーできませんでしたとか、ちょっとそこはもう抜けないといけないですよ、はっきり言って。あのそこでいつまでも足踏みしててもこれね、10年かかっても利益取るようにはなりませんから。でたまに取った利益を、あ、法則が合っていたみたいになっちゃうんですよ。そうじゃない、もっともっとね、100回とか1000回とかの真剣の積み重ねじゃないと見えてこないと思いますから。どうもね、私が考えているところ、あの FX で成果を出せてない方ってのはいまいちそのうちやろう感覚なんじゃないかなと思うんですよ。で形だけね、相場解説見たりとか追っかけてもしょうがないですからね。渾身の魂を込めて私も放送して、分かりやすいという評価もいただいてますし、分かりやすいっていうふうに毎回考えてくださる方とか、的確な質問をメールとかでお寄せいただく方はもう勝ってますからね。もう勝ってるんですよ。あの少なくとも6対4にはなるんですよ。これ6対4ってどういうことか分かります？100万円投じて20万円勝つってことですよ。だって4割負けるけど6割勝つわけですから、その差額の 20%、 2割ね、これが毎月毎月取れていけっていうことなんですよ。もう一丁上がりなんですよ。10万しかない方でも2万円勝てるわけですよ。で、2万円の副業を持つってどうですかね。すごい大きいことだと思いますけどもね。それに基づいてコンサルを始める方もいますからね、もうね。ちょっと、まあ、コンサルっていうのは別の能力が必要なんで、私はちょっとどうかなと思いますけどもね。そのぐらいでやるのはどうかと思いますけども、でもやっても悪くはないです。コンサルっていうのは自分よりも、まあ言ってみればね、低いレベルの方に行うもんですから、コンサル受けた方は満足度が高いわけですからね。まあいろいろと申し上げましたけども、そういうの毎日講座をね、ちょっと考えてるかなっていうところです。本日の相場解説は以上です。